皆さんどうも、牧です。さあ、週が変わりまして、今週からね、4週連続スコアタ祭りキャンペーンってことで、重大発表の一つのスコアタのねキャンペーンですね。それではまず詳細を見ていきましょう。聴覚性ジバニャン祭りがスコアタックに登場ってことで、10周年イベントのキャラクターが登場して、期間がまあ今週いっぱいですね。で、今回特別に秘伝書やスキルの秘伝書がね、報酬でもらえると、順位に応じてって感じですね。で、あと、まあ、いつもと違うところは、スコアアタックのスコアボーナスを持つスキルが、イベントスコアアタックで発動するよって感じかな、おそらく。うん、簡単に言うと。って感じですね。じゃあ、スコアアタック見ていきましょう。はい、こんな感じで、まあ、自分なぜかプラチナリーグなんですけど、これはね、少し前に、E アンクとかで初日にスコア出した後、やり忘れて、1個リーグ落ちて、その後ずっとやってないだけですね。まあ、あんまこれは気にせず。で、まあ、ダイヤリーグの方は報酬めっちゃ良くて、1位だとね、もう1位だけなんですけど、スキル賞はまあ関係ないか、全然同じか、秘伝書が20冊ですね。2位だと16冊、はい。なんで秘伝書が1位は20冊ももらえます、ダイヤモンドリーグのね。で、ダイヤモンドリーグは1位から、最下位のね、まあ50位、待って、どこ行った、ここか、50位までスキルの秘伝書をもらえるんで、参加すればスキル賞確定ですね。で、ダイヤリーグの方はもうスキル賞確定です。そこはおめでとうございます。で、プラチナリーグはまあ自分ね、落ちてて、まあ、プラチナリーグなんですけど、まあ、ここでも1位は10冊もらえるし、スキル賞もね、みんなある程度30枚もらえるって感じですね。で、ゴールドとか、シルバーとか、ブロンズの方でもスキル賞をね、頑張ればもらえるので、まあ、スキル賞が結構簡単にもらえるスコアタが開催してるって感じですね。はい、まあ、これ結構育成できてね、いいアイテムなんで、まあ秘伝書もだね。だから今週はね、できる限り時間がある方はね、スコアタね、上位目指して頑張るといいかなと。で、最後ね、ちょっと余談というかね、プレイ条件が勇ましい豪傑王ということで、どうだろうね、今週は不動ライザーね、王族の不動ライザーとか豪傑とか勇ましの中とかね、デガプに4つつく系かな、その辺の技を使ってスコアタやるのがおすすめかな。まあ、あとはフリーとかね、フリーのキャラでちょっとやるとかねって感じですかね。今週のスコアタ簡単に話すとって感じですね。はい、皆さんね、今週のスコアタ頑張っていきましょう。はい、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。